同じ空を見上げてる、君と同じ夢目指してる。私、四季宮真奈です。ここが今日から私の学校。2組の月坂さゆです。私はプリズムステージに出て優勝して絶対アイドルになりたいって思ってるの。ここの部長で3年生の市木島瑞葉や。ミニライブ決めてきたで。生徒会副会長の長谷川みのりです。この学校の伝統ですから、今さらアイドル部でプリズムステージを目指すなんて。完全にミジンコ、突然来るなんて失礼。3、2、1、ゴー。悪いけどアイドルとか興味ないから。人前でやるのはまだ怖いけど、でも今度この歌を学校のステージでさゆさんと歌おうって決めたんだ。